私の名はゴア、地球の征服者。マグマ大使、争が起こって。アース様、どうして？わからん。これは非公。なんたることだ。人間同士が殺し合いを始めるとは。力を合わせて地球を守らねばならぬ人間が、何をちまようたのじゃ。見えるか。人間どもは私の計画通りに殺し合いを始めおったのだ。人間はもともと疑い深くて、他人を信じることのできぬ動物なのだ。全世界の電波と音波が途絶える。各国はお互いに疑心暗鬼に陥り、ちょっとしたことでもすぐに武力に訴えて戦争を始めるのだ。私が手を下さずとも、このまま地球は滅び、ゴア様のものになる。フレニックス作戦は大成功だ。魔物はどうして僕を呼ばないんだろう。アース様、原因は何でしょうか。マグマ、それを突き止めるのじゃ。このままでは地球は滅亡する。マグマよ、地球を救いに行くがよい。はい。僕は魔物のところに行ってみるよ。全世界の電波と音波が途絶えている。一体どうしたんだろう。原因は何かしら。わからん。とにかくもう一度全世界をパトロールしてみよう。どこにいるのかわかんないや。あ、音が戻った。
官が誘拐された。所轄には捜査を依頼したんだが本気で取り扱ってくれないんだ。だから君に頼みに来たんだ。所轄は取り合わん。奴らは何を寝ぼけているんだ。村上、身代金の要求はあったんだな。いや、それがだな、犯人は奥さんを誘拐して身代金を要求してきたんだろう。ところが身代金の要求はないんだ。岡崎、智子を誘拐したのは宇宙人のゴアなんだ。宇宙人のゴアというと怪獣モグネスやバトラーを暴れさせたあいつか。そうなんだ。村上、冗談を言うのもいい加減にしろ。冗談じゃないよ。信じないのか。信じろという方が無理じゃないのかい。おじさん、証拠があってもですか。何、証拠がある。見せなさい。はい、これはママになりしました宇宙人ゴアの手下の報告です。ルゴス2号より本部へ応答願います。ゴアだ、ルゴスにも報告を待っていた。村上守とマグマ大使の関係が分かりました。守は超音波の特殊な笛を持っており、これを吹くとマグマ大使が秘密の基地より飛んでくることになっています。マグマ大使の秘密基地の所在は不明です。しかし守の笛を手に入れればマグマ大使を基地に釘付けにすることができます。待て、ルゴス2号、守の笛はそのままにしておけ。無理に笛を奪おうとするとお前の正体が見破られる危険がある。お前は引き続き人間になりました。守の動きを報告せず。はい、報告を終わります。これで SF ドラマ宇宙の帝王5話第10回を終わります。提供宇宙食品。ではまた来週を。ロゴミ、これはドラマじゃないか。いや、こんなはずはない。俺は今忙しいんだ。電波と音が途絶えてから犯罪が激増している。お前たちの相手をしてる暇はない。パパ、スポンサーの提供ですなんて声は前に入ってなかったよ。どうしたんだろう。ゴアの仕業だよ。超怖いやつ。ママはどこにいるんだろうな。ねえパパ、この間僕とパパはゴアの円盤にさらわれたでしょ。もしかしたらママもあの円盤に連れて行かれたんじゃ。パパ、死んだんじゃ。守る、ママは生きてる。でもママは生きてる。必ず生きてる。ママのためにもそう信じるんだ。うん、じゃあ明日を探さなきゃ。と言っても心当たりはみんな探しちゃったし。手がかりはある。え、うちの社の女カメラマンだ。ああ、コガ電波が爆発した時岩陰から出てきた人。ああ、これから彼女を徹底的にマークするんだ。行こう。どの辺かしら。フィリピンの近海だ。あれは何。モル、怪獣だ。怪獣が海底に姿を消したとか、全世界に電波と音波は戻った。あ、音だ。パパ、音が戻ったんだ。どうして音が戻ったんだろう。わからん。でもよかったね。守る。
けてた怪物だ。現在までのところ政府も報道関係者も我々のフレニック作戦には全く気づいておりません。我々人間もどきが東京を征服するのはあと時間の問題かと。まだ安心はできぬ。わしのことを知っている村上記者がいる。しかし村上は私がカメラマンのリズにすり替わって人間もどきであることに気づいておりません。だがあいつには気をつけるがよい。はい。今日は新しい人間もどきが5人送られてくる。そろそろ着陸態勢に入る頃じゃ。あれ人間なの？分からん。確か人間もどきって言ってたね。守る。あ、誰かいる。探せ。怪獣は音波を出したのだ。はい、数万サイクルの超音波を。超高周波音波を出す怪獣か。地球上から電波と音波が途絶えた。その一方、殺人音波を出す怪獣が現れた。この二つには関連性がある。地球上の電波と音波が途絶えたのはお前たちの判断通り
その怪獣の仕業であろう。アース様、怪獣はやはりゴアン。マグマ、世界の各地で紛争の起こった原因がこれで読めたぞ。怪獣に船を沈められたその国が、敵対する相手国が沈めたと思い込み、紛争が起こったと言われるのですか。そうじゃ。マグマ、この上は一刻も早く怪獣の正体を突き止め、地球に音を取り戻し、平和をよみがえらせなければならん。はい。アース様、ガムから何か連絡あったでしょうか。いや、まだ何もないぞ。どうしたのかしら。今日、日本のタンカーがフィリピン海溝付近で沈没した模様です。原因その他、詳しいことはまだ分かっておりませんが、分かり次第お知らせすることにいたします。次のニュースで、世界各地で起こっている紛争は、その後拡大の一途をたどりまして、第三次世界大戦への発展しつつあります。事態を重視した国連では、緊急に…でも、マモルたちはどこ行っちゃったんだろうな。村上記者はどこにいる。乱暴しちゃいたいじゃないか。返事をしろ。実は僕も探しているんだ。ふざけるな。お前は息子だ。親父の居所を知らぬはずはない。僕は守りじゃないよ。お前たちは誰なんだ。宇宙の帝王ゴア様がお作りになった人間もどきだ。え、ガンもどき。やめるな。一緒に来い。ここに残ってなさい。いや、僕も行く。
死んでんの？死んじゃいない。本当？本当だ。人間は死んだら死後硬直といって体がこちこちに硬くなるんだ。さっきママの手はブラブラ揺れていただろう。そうだね。よかったママが生きていて。パパ、ママ助けよう。待て、僕待てないもん。もう少し様子を見るんだ。本物の人間は夜が明けたら仮装にしてこの世から消滅させるのじゃ。お前たちも早く好きな人間を選んですり替わるがよい。これでフレニックス作戦の成功は間違いなし。フレニックス、急げ。